YouTube の皆様こんにちは。初めてフランスで Uber Eats を頼んでみました。日本とは違うリスクがあるなと思いました。配達員がこぼすとかなんかそういう危険をちょこちょこ耳にはするんですけど、フランスあるあるというか、そもそも Uber Eats はもちろんフランスでも結構流行ってるんですけど、なんで今までフランスの Uber Eats を利用しなかったかっていうと、心のどこかでねこれを心配してたんだっていうのをもう自分で改めて思いました。ちなみに来たお料理は、フレンチ料理とか言いたいところなんですけど、広告に出てくるのはマックとか、なんかタコスとか、なんかケバブも出てくるかな。でもね、お寿司は一つのジャンルとしてすごい人気なんですよ。フランスに5年ぐらい住んでるので、フランス料理よりも日本のご飯を食べたいんですよ。日本のお寿司と比べると、お米もちょっと違うし、クオリティも違うし、なんかフランスのお寿司はね、フランスのお寿司で、私はもう慣れてます。タクシーの方の Uber、 あれに登録をしているとメールアドレスも登録しているので、なんか Uber Eats の広告みたいなのも来るんですよ。でアプリとかも持ってなかったんだけど、なんかね勝手にクーポンが送られてきて20ユーロだったんですよ。つまり2500円ぐらいのクーポンで、なんか初回の注文でご利用いただけますって書いてあったので、クーポン使うためっていうのと、ちょっと自炊に疲れたっていうのもあったんですけどね。頼んだのが7時前ぐらいなんですよ。7時半には、届く予定だったんですね。もし遅くなったとしても何時までに配達しますよっていうのが表示されるんですよ。でそれが7時50分だったんですよ。遅くても7時50分までには配達されますって書いてあったんで、夕飯8時としてもいっかと思って、その場でこう頼んだわけですよ。そしたらですね、これその車の方のウーバーでもあるあるなんですけど、来ない。で7時50分までに来るって書いてあったのが8時、8時5分、8時20分って、これどんどんなんていうの、遅くなってくるんですよ。なんか最初に表示した意味はあったんだろうかっていうぐらいに、それがどんどん更新されててですね、どんどん遅くなってくるんですよ。でアプリで配達員がどこを走ってるかって確認できるじゃないですか。あれをね見てたらね、止まってんですよ。配達員が別の方向に行っちゃって、こっちも戻ってこないんですよ。で何やってんだろうって思ってるうちに、なんか5分遅れ、10分遅れ、20分遅れってなったら、なんか配達員がキャンセルしたみたいな、なんか配達をキャンセルしちゃったんですよ。配達員が、私じゃないですよ、向こうがキャンセルするっていうことが起こり、でお寿司もう持ってるはずなのにどうなるのって思ったら、別の配達員を探してますみたいにアプリで表示されて、でもそんなキャンセルする人がお寿司持ってて、それをじゃあ次に違う人に託してその人が持ってくるとか、なんかちょっとありえない感じがして、もう全然信頼できないんですけど、てか最初からその人は本当にちゃんと配達する気があったのかもわかんないんですけど、 Uber Eats って最初にチップをあげられるシステムがあるじゃないですか。でも別にまだ届いてもないのに、どんなサービスかもわかんないから、チップはとりあえず今はあげないみたいな設定にしておいたんですよ。だからなんかチップがないならめんどくさいから配達行くのやめようかなみたいな、そんな感じでキャンセルされたのかなみたいな、なんかもうほんといい加減っていうか、で別の配達員を探しますってことになって、結論から言うとお寿司来たんですけど、オーダーしてから2時間後です。2時間かかってお寿司がやっと届いたみたいな。これいいやぐらいだったから、9時でも許せたけど、お腹空いてますとか、今日は早く寝たいですとか、忙しいとか疲れてるからっていう理由で Uber Eats を頼んでたら、相当もうおいおいって感じだったと思うんですよね。それで思い出したのが、なんで Uber Eats を今まで使わなかったかっていうと、車の方の Uber でも同じようなことが結構あったんですよ。今もあるのか分かんないけど、私もう Uber 使うのすらやめてるんですね、車の方。 Uber を車の方頼むとですね、まずすごい遅刻してくるんですよ。
遅刻してきた上にその待ち合わせ時間から20分遅れた後にキャンセルするんですよ、運転手の方が。でしかもキャンセルした上にキャンセル料こっちに請求するんですよ。私たちがなんかこう利用者が乗れなかった上に時間通りに来なかった上に600円請求されるんですよ。もう600円も請求されるんですよ。ありえないわと思って、ウーバーをこう車の方を頼むとですね、まずすごい遅刻してくるんですよ。で遅刻してきた上にその待ち合わせ時間から20分遅れた後にキャンセルするんですよ、運転手の方が。でしかもキャンセルした上にキャンセル料こっちに請求するんですよ。私たちがなんかこう利用者が乗れなかった上に時間通りに来なかった上に600円請求されるんですよ。もう600円も請求されるんですよ。ありえないわと思って、カスタマーサービスみたいなところに当然メールで、そのキャンセルこっちがしたわけじゃないのにおかしいから返金してって言ったら、なんかグルーブのこのクーポンとしてアカウントにつけときますみたいな、3回ぐらい同じことやられて頭にきて、もう同じやり取りがあって、もうウーバー使うつもりないから現金で返せって言いました。本当にもうなんかすごい本当腹立たしいなと思って、まあ車の方がまあもうそういうイメージだったので、まあなんていうのかな、こうシステムというか体制としてどうかなっていうふうに思って使ってなかったんだなっていうのを思い出しました。とはいえね、何も作りたくない時とか、そうやって今日みたいにお寿司食べたいなとか、でも家にいたいなっていう時にはなんだかんだ便利だし、2500円ぐらいの値引きがあったっていうのもあるので、時々配達料無料キャンペーンとかそういうプロモーションコードは結構届くので、また使っちゃうかもしれないなとは思ってます。フランスで Uber Eats を使う時はぜひ時間に余裕がある時に使うことをおすすめします。では。